先日行われたブレイキングダウン第5回大会のオーディションに参加したバン中村こと中村光さんとアウトローのカリスマ瓜田純史さんとの間で過去にトラブルがあったことが話題になりました。しかし瓜田さんが過去に揉めた相手は中村さんだけではありません。今回は瓜田さんの周辺で起こった抗争や暴力事件についてまとめていきます。瓜田純史と揉めた不良1、見立て新一。見立て新一は関東連合のリーダーで、六本木クラブ襲撃事件の主犯格として国際指名手配されている凶悪犯です。そんな見立てが瓜田さんと揉めたのは彼らがまだ不良少年だった頃のことでした。当時から見立ては敵対する相手を徹底的に追い込んでいたらしく、いつしか残虐王子という呼び名が付けられるようになります。瓜田さんはその呼び名をもじり、陰で見立てのことを脇が王子と呼んでいました。このあだ名は先輩である見立てのことを後輩たちと一緒になって悪く言う時に使っていたそうです。その場で大受けしたことで、このあだ名は人伝いで外に漏れてしまいます。そして最悪なことに、この話が見立ての耳にも入ってしまったのです。厳しい縦社会である不良の世界において、後輩が先輩のことを悪く言うことは許されません。ましてや相手は最悪の世代とされる昭和53年世代のトップに君臨していた見立て新一でした。この一件が見逃されるはずがありません。後日、瓜田さんはあるアパートに呼び出されることになります。そうして瓜田さんが向かった先のアパートで彼のことを待ち構えていたのは見立てを中心とする昭和53年世代の先輩たちだったのです。見立てらは集団で瓜田さんに焼きを入れます。以前から見立ての焼きは壮絶かつ必要なことで有名でした。彼は残虐王子という呼び名の通り、徹底的に相手のことを痛めつけるのです。その中で相手が土下座をして謝っても殴る手を止めることはありません。見立ては相手が気絶してもお構いなしに焼きを入れ続けるのです。相手が敵対している人物ではなく、後輩である瓜田さんだとしても、その姿勢は変わりませんでした。見立ては仲間と共に集団で瓜田さんに暴行を加え続けます。驚くべきことに、この焼き入れは11時間にも及んだそうです。その中で瓜田さんは意識をほとんど失っていたと言います。結局11時間ほどで暴行は終わり、収拾がつけられることになりました。後に瓜田さんは当時のことを振り返って、死を覚悟した。怖いとかのレベルじゃなかった。あの恐怖は一生消えないだろう、と語っています。瓜田純史と揉めた不良に、石本太一、松島クロス。石本太一は見立て新一の後輩で、関東連合のメンバーです。現在の石本は六本木クラブ襲撃事件に関与したとして逮捕され、横浜刑務所に収監中なのですが、事件前は様々なメディアに出演するなど、目立った動きを見せていました。彼が一躍有名になったのは2010年11月に発生した歌舞伎役者海老蔵暴行事件です。この事件で実際に海老蔵さんを暴行したのは石本ではなく後輩の伊藤理音という不良だったのですが、関与の度合いはかなりのものでした。酒の席で石本のことをバカにするような態度を取る海老蔵に切れた伊藤が暴行を加えたというのが事件の全貌だからです。そのようにして後輩から慕われていた石本ですが、2歳年上の不良だった瓜田さんとは険悪な関係にありました。争いの発端を作った張本人は見立てと同世代の関東連合ナンバー2松島クロスだとされています。松島は関東連合のメンバーでありながら、瓜田さんとの関係も深い人物でした。それもそのはず、彼らは中学時代からの連れだったのです。しかし、大人になるにつれてその関係は湾曲していきます。そのような中で石本が芸能界デビューを果たすことになったのです。そこで彼のことをプロデュースすることになったのが芸能界とのパイプを持つ松島でした。彼はプロデュースの一環として、石本と瓜田さんをぶつけさせることにしたようです。そこで話題を作りながらも最終的には石本が抗争に勝利する形にすることで、彼の評価や人気を向上させようと企んでいたのではないかとされています。いずれにせよ、石本と瓜田さんはお互いのことをよくは思っていなかったのでしょう。彼らは自身のブログを通じて小競り合いをし始めました。最初にブログを投稿したのは石本です。2011年12月24日の投稿。松島くんの隣に写ってるの中学の後輩の瓜田ってやつらしいけど、こいつカリスマでもアウトローでも何でもねえじゃん。この人間、俺とリオンが事件を起こした時に、あれは俺の後輩がやったみたいなこと言ってたらしいけど勘弁してくれよ。俺もリオンもお前なんか知らねえって。ほんとそういうやつって多いよな。どこどこの関東連だったとか言われてもわかんねえし、
会ったことやお世話になったことがなければ先輩じゃないでしょ。石本の主張は関東連合のメンバーでもなく、世話になったわけでもない瓜田さんが自分たちの先輩面をしているのが気に食わないというものでした。これに対する瓜田さんのアンサーブログは4日後の12月28日に投稿されています。なんだか誤解しているようだけど、関東連合を語ったことはないし、同世代が友達なのと先輩方、親がそうなだけで俺はただの元ヤクザです。あなたのことを後輩と言ったことは一度もないですよ。全文を載せると長くなってしまいますので、ここではかなり省略しているのですが、瓜田さんはこの文章以外にも知り合いの不良の名前を多く出すなどしていました。そうした点や自身を元ヤクザだと語っている点が石本からすると気に食わなかったらしく、自分を大きく見せようとしている人間は嫌いだといった旨の内容を記したブログをアンサーとして公開しています。そのようにして二人の対立関係が明確化されていきました。この状況に嫌気がさした瓜田さんは本件の元凶だと考えられる松島に電話をかけます。そして今回の件について松島を直接問い詰めました。これに対して松島は、もう昔の関東連じゃなくなってきてるんだ。太一は千歳大エンペラーの後輩で気合もあるし喧嘩もできる。揉めるなら勝手にやればいい。ただし、お前がブログに上げた俺の中学時代の写真は消してくれと返してきたそうです。結局話はつかないまま電話が切られました。その後、瓜田さんの舎弟と関東連合側との間で抗争が起こったという話があるのですが、その件に関しては人によって話の食い違いがあるため、実際のところ何が起こっていたのかはわかりません。ただ、この時点で瓜田さんは石本に対するかなりの苛立ちを募らせていたようです。そこで彼は2012年3月に石本を挑発するようなブログを公開しました。そこでは石本のことを、生きる恥や、暴走族しか知らないでアウトロを語った勘違い坊やなどと表現しています。その他、石本がヤクザにならずに不良を続けていることや見立てら S53 世代の先輩に服従していることをバカにするような文章も記していました。また、調子に乗ったらお前の土下座写真ばらまくぞという言葉も残しています。そのようにして関東連合上等の姿勢を示した瓜田さんでしたが、このブログはほどなくして削除されました。そのようにして瓜田さんと石本がブログを通じて言い合いをしていたわけですが、そんな日々が続いたある日に瓜田さんが女性モデルを脅迫した容疑で警察に逮捕されます。その後、捕まっている瓜田さんの面会に松島が訪れました。その際、彼は石本を連れてきていたそうなのです。ただ、この時の瓜田さんは誰であろうと面会を断っていたらしく、二人が顔を合わせることはありませんでした。結局、この脅迫事件で瓜田さんは不起訴になり、逮捕から10日で保釈されることになりました。それからは特にブログで攻撃し合うこともなかった二人ですが、保釈から約1ヶ月後の2012年5月に瓜田さんが衝撃的な内容のブログを公開します。そこには、階段で派手に転んだという文章と共に大怪我を負った瓜田さんの写真が載せられていました。文章では階段で転んだとしていますが、とても階段で転んでできるような傷ではありません。写真の様子から、瓜田さんが石本一派に暴行されたことは明らかでした。こうしてネット上の言い争いだけでは済まなくなったことで、瓜田さんは石本と和解しなければならなくなります。これ以上実害が出ることを避けたかった彼は石本が開いていた格闘技ジムへと向かうことにしました。ちなみに、このジムの実質的オーナーは見立て真一だったそうです。そのようにして関東連合の息がかかっている格闘技ジムに石本宛ての文書を持った瓜田さんがやってきました。ですが、この時石本はジムにおらず、二人は後日会うことになりました。そこでひとまずは話がついたのでしょう。以降はブログでの言い合いも一切なくなりました。それから数ヶ月後の2012年9月2日に関東連合の壊滅につながることとなる六本木クラブ襲撃事件が発生したのです。これは見立てを中心とする関東連合メンバーが敵対する不良を狙って襲撃しようとしたところ、人違いで無関係の一般人を殺害してしまったという悲惨な事件でした。石本は実行犯ではなかったものの、犯行の計画段階から関東連合メンバーとして本件に関与していたとして逮捕されています。そして懲役15年の実刑判決を受けることになりました。こうして長期の刑務所生活が決まったため、必然的に瓜田さんと関わる機会もなくなります。ただ、松島クロスは六本木クラブ襲撃事件に関与していなかったため、ここでは逮捕されていません。とはいえ、主要メンバーは次々と逮捕され、絶対的なリーダーだった見立てはフィリピンに国外逃亡してしまいました。
そうなると関東連合はほぼ壊滅です。松島も裏社会で生きていくためにヤクザにならざるを得なくなりました。当然警察からもそれまで以上に目をつけられるようになります。そして2018年と2019年には恐喝などの容疑で逮捕されたことが報道されました。一方の瓜田さんは裏社会から足を洗い、 YouTuber や作家などとして活躍しています。いかがでしたでしょうか。瓜田純氏と揉めた3人の不良、今回まとめた3人は全員が関東連合関係者でした。六本木クラブ襲撃事件で主要メンバーのほとんどが逮捕されたとはいえ、少しずつ出所する者も出てきています。今後新たな動きが見られることはあるのでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。